ズチャンネルロードショーへようこそおいでくださいました。はい、参りました。やられないですか。やりません。飽きました。まあ2週持っただけね、2回持っただけ、まだあのボタン持ったので、ね、ということで第3弾、最終夜ですね、なってまいりましたけども、はいはい、今回の作品はある意味 GTG の皆さんからしたらおさらいというか、うん、的な作品なんですかね。まあずっと無料だったんですよ。そうですね、初期の頃はガチって、うん、はいはい、うん、そうですね、一番最初の、そうそうそう、無料、無料でね、うん、やっぱりお金欲しいやん、うん、まあそれはもちろんでございます。そうですね、というので、はい、集めたのを DVD に出してみようか、うん、なるほどなるほど。はい、うん、でもネットでタダで見れるよね。いやいや、何をおっしゃる、ハイビジョンで撮ってるから画質が綺麗ですよ、うん、なるほど、やるか。というので出たのが、はい、ガチで怖い心霊スポット、はい、劇場版ならぬ DVD 版ということですか、うん、よく劇場版とか言って、はいはい、お、劇場版じゃんって言って借りられるんです、はい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 、だからあれ劇場版って入れるんですよ。なるほどなるほど、うん、はい、で、いや劇場版じゃないですよ、 DVD 版ですよとかいう、うん、はい、まあちょっとでもダマクラ化そうとか、なるほど、はい、やったタイトルですね、はい、なるほどなるほど。まあ、中身はまあガチの総集編というか、総集編でと新作が1本入ってる、はい、ああなるほど、うん、で、はい、あれ横向きロッジ、横向きロッジ、はい、君ら行ってないか、はい、私たちは行ってないです、ね、はっちゃんと行ったんだ、そうです、はちにさんがね、その前ですわ、はい、ね、それを新作っていう形で、うん、入れ、はい、で、あとはもう基本的にすごい、はい、アクセスがあったやつを集めたっていう感じです、ね、はい、そのファーストシーズン、ガチシーズン、ファーストシーズンの中でも非常にアクセス数が多かったもの、うん、だから1個だけ問題があるとしたら、はい、今日のやつは、うん、何本かタダで見れますからね。あ、見れますあれいや、でもそれもその中でもよりすぐりでなんで、まあね、あの中から探すのって結構大変なんですよ。あ、本当だね。あとは新作が入ってる。そうですね。うん。で、オープニングも入ってるみたいな。はい。そんな感じなんで、はい、ある意味、俺たちが、どのガチが面白いかと思ってる。はい、うん、なるほど、なるほど。思いますよ。うん。うん。だから、ちょっとずれてると思うんですよ。みんなが面白いと思ってるのと、はい、俺らが面白い。あ、絶対ずれてるでしょ。はい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 、ね、今回行くぜと思ったらあれ行かないしとか言って、はいはいはい、今回やばいなとか思ってるのがガーン行ったりとかしてて、そうですね、まあそこが合わさらないから今のこの売れねえ売れねえという状況かもしれないんだけどいやいや、うん、はい、まだ君たちがいない。そうですね、はっちゃんもいないよ。八兄さんも出てなかった、出てないよね。もう本当に初期の俺と二郎ちゃんと、はい、京ちゃんの時代ですね、はい、やつらんで、はい、まあおさらいということだと、はい、あとは新作が入ってます、はい、うん、でその新作は多分見てない人の方がもう、だからある意味ガチと同じぐらいの尺で撮ってるはずなんで、はい、そんなに撮ってないかな、うん、なるほど、まあ、ガチマニアにはたまらない。そうですね、うん、もう俺は全部見てるという人はここまで見て初めて全部見てる、はい、これを見てこそのガチマニア、はい、ガチシリーズマニアですね。そうだね、ね、まあ、今そのなんだかんだ言ってね、その金蔵さんのとかね、はい、生人形とか、まあ、生人形とか、あとパチンコ都市伝説とかね、はい、意外にパチンコ都市伝説ってね、ヒットしたのよ。はい、あれ面白かったですよ。いや、ずっと稼いでくれたのよ、はい、ね、ホームランは打たないんだけど、はい、送りバントは確実に決めてくれるんだよね。なるほどなるほど。って言って、はい、あ、うめえなあいつって言って、うまく転がすなみたいな。で、絶対エラーしないしね。はい、なるほど。もう、でも年俸3000万ぐらいの選手ですよ。ホームラン打たないんですよ、はい。で、生人形とかホームラン打つかと思ったら、はい、まあ、二塁打だったんですよ、はい。で、このガチで怖い心霊スポットは、うん、まあ、スタイルのシステムから言うとね、なんか新作を出すと、はい、セレクションって選ばれるんですよ。はいはいはい、うん、はい、
あのその今月はこれ押しますよみたいな、はい、伝えはってで全部選ばれてたんですよ、はい、あの都市パチンコ都市伝説は選ばれなかったんだけど、うん、それ以下以降のは全部選ばれたんですよ、はい、そのパチンコ都市伝説が結構ヒットしてて、はい、やっぱりこのタガーってやつは、はい、やってくるよねっていうのでも全部押せっていう話になって、はい、必ず選ばれたんですよ、はいはい、でもね、それはね、お金払わないと やってくれないんですよ。なるほど、なるほど、はい、はい、だから、他のやつなんかでもその、諸話代分赤字になるわけです、はい、なるほど、あ、なるほど、で、はい、このガチで怖い心霊スポットはもう、そんな、もう選ばれたんですよ、はい、あ、もういいですって言って、はい、もうやめてくださいセレクションはしてもらわなかった、はい、なるほど、もういい、あの、賞味、いつもの半分ぐらいでも全然いいですから、はい、って言ったらね、セレクションも選ばれてないし、広告も全然してないのに、はい、一番注文が多かったんですよ。さすが。で、思いっきり回転したんですよ。なるほど、ね。というのでね、ガチで怖い心霊スポット2とかいう話もあったんだけど、はい、もううんざりなんだよ。DVD 業界が。なるほど、こんなに頑張ってこれみたいなのが多すぎる。なるほど。うん。で、なんかね、ガチでとかなんとかなんとかいう言葉がいっぱい使われてて、うんうん、その、もう嫌になっちゃったんで、はい、うん、なるほどなるほど。でも出さないんですよ。ね、あなたたち出た方がいいですか DVD。 いや、俺たち監督が次作るなら必ず出ますよ。いや、違う違う違う、だからあなたたちの時代のガチの、はい、要はガチで怖い心霊スポット、それはやっぱあれじゃないですか、この見てらっしゃる皆さんのお声が。いや、俺ね、それだったらもう手売りで売るよ。ほうほうほう。ああ、なるほどなるほど。要は自分らでジャケット作って、はい、あの、まあジャケットっていうほどでもないけれども、はい、売るよ、それは。はい、注文されて。なるほど。だってさ、あの3割4割抜かれちゃうんだよ。ああ、持ってきたです、ね、そう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 ね、ほんならそれだったらさ、その分ちょっとでも安くして、うん、リビリ売った方がいいよ、うん、ああ、なるほどね。画質綺麗だし。結構あの月ピンでもあれご要望あったみたいじゃないですか、コメントでね。だからね、皆さんね、実はそのやっぱりネットで上げるっていうのはやっぱり若干画質が落ちるんですよ、うん、そうですね。でも DVD にすると結構リアル臨場感ありますよ。はいはい、そうですね、うん、なのでそれを売ろうかな。なるほど、うん、3800円くらいで、うん、いいじゃないですか、それかでね、うん、よろしいんじゃないでしょうか、うん、ね、はい、でもここで350円で見れるんだ、ね、いや、でもそのジャケットがどっちを取るかですよ、だから質を取るか、うん、値段を取る。なるほど、俺の鮮明な顔が見たいから。そう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 、ね、そうです。で、あとやっぱその DVD コレクターにはたまらないやつ、たまらないですね、うん、あのそのジャケットとか、あのそういう DVD で集めてる人もやっぱ今もすごいいると思うんですよ、うん、だからやっぱそういう人たちではやっぱりたまらないアイテムです。じゃあ10巻セット15万円ぐらいで売ろうか。DVD ボックス、ボックス、あ、なるほどなるほど、いきなりボックス、ボックス売りする、ボックス売りで9800円。なるほど、だいぶリーズナブルですね。ボックスで9800円です。あ、そんなもんだよ。まあまあ、そうですか、うん、あのボックスで9800円のが普通だよ。あ、それ多分全然みんな買うと思う。今ここノーノーノーって出てると思うんですよ。お、そう、はい、でも10本売れても嬉しくないですもん。やっぱり500本単位で、まあ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 、まあ、そうですよね。お、やっぱり10本ぐらいだったらうわ、それはまあまあ、でもね、あのそういうご希望の声がね、どんどん上がってくるようであれば、うんうん、そういう動きもあるかもしれない。そうですね。ああ、ボックスね、うん、あのね、ボックスね、はい、例えば1万5000円で100本売れたとするじゃないですか、はい、俺100本、俺が届けますよ。おお、いいじゃないですか。家いいじゃないですか。素晴らしいでございますな。黒猫カンタの宅急便出ました。キビラはもう行けよ。もちろん、赤帽かぶってね。赤帽かぶってやりますよ。そう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 。いますけど、うん、言っちゃいましたね、監督ね。何が。いや、100本売れたらだよ。100本売れたら、うん、はいはい、うん、うん、注文が100本来たら、その100本全部俺回って届けに行きますよ。なるほど。要は100件ですよね。うん、どうします、沖縄から北海道まで。あっから、いや、行く行く行く。それは100、だって1万5000円の100本だろ、ね、うん、150万円だろ、うん、いけるいける、いけるいけるいくよ、そんなだそうです、皆さん。それはそうです、ね、2万5000円にしてもらおうかな。
なんでそんな弱気になってるんですか。どうせでも10巻セットでしょ。10巻セットで2万5000円でしょ。10巻セット全然いけるんじゃないですか。そうね、そうですね。どうですかね。でもその後全然ガチ売れなくなるぞ、後半。いやそのこれからのね、質のいいガチを取っていくためのもんだと思っていた、ね、まあまあそうです、先行投資と思っていた、ね、そうなんですよ。だから本当に分かった、1万5000円、はい、10巻セット、はい、100本、はい、注文が来たら、うん、我々 GTG 本体が、うん、100箇所もありますよ。黒猫カンタの宅急便、黒猫カンタの宅急便、はい、自らね、うん、行きますよ、行きます、はい、ねえ、明日は九州行きますと思って、うん、九州で勝ちと。そうですね、これ上がった瞬間に、上がった瞬間 に常務から電話かかってくるでしょ。何を行っちゃったねっつって。いや、どっちにしろ行くんだもん。まあどっちにしろ、そうでしょ、そうですね、北海道の人が買ったとするじゃない、うん、そのまま届けて帰ってくる、はい、ね、うん、それで許す常務じゃないぞ。ないですね。そうですね、待ってきなさいよ、働いてこい、うん、そうですね、そうでしょ、うん、働いてくれば言われる、うん、ということで、はい、まあ、そんなバカな話をしながらね、まあとにかく、まあ、まあ皆さんもね、はい、まあ、今回これを見ていただいて、はい、最後なんですけど、ね、はい、もう DVD はやらないんでね、はい、うん、あと何本かあるんですよ、はい、パチンコ都市伝説と、はい、あとあれ見ると幸せになる座敷わらし、はい、座敷わらし、それはまたいつかやるんですけど、はい、うん、でもこのガチで怖い心霊スポット劇場版ならぬ DVD 版は本当にね、昔から見てる方にからしたらすごい懐かしいところがあったりだとか、あともう本当にその当時見てた時も衝撃的だったところであったりだとか、うん、あともさ最後新作も入ってますからね、一回見ただけじゃなく何回も見たくなるようなものばっかりが入ってるもの、僕も非常に当時楽しませていただいたものなんですけど、お得、ね、お得感満載でございます。ぜひともまたおさらいとか復習をするじゃないですけどもね、その当時のファーストシーズンのガチどんなんだったかなっていうのを一気に振り返るのにはいいんじゃないかと思います。まあ新作が入ってるっていうことが見れる、まあ、それもありますので、うん、はい、ただで見れるんだもん。そうですよね、ね、はい、うん、でも新作が入ってる、うん、新作なるほど、ちょっとプレミアム、それは含めて楽しんでいただければと思います。はい、はい、それでは、はい、ガチで怖い心霊スポット劇場版ならぬ DVD 版ご覧ください。